包丁には両刃と片刃の包丁があります。今回は両刃包丁の研ぎ方をご説明します。砥石には荒砥石、中砥石、仕上げ砥石があり、普段のお手入れの際は中砥石で行います。まず砥石を水につけ、気泡が出なくなるまで水を含ませます。気泡が出なくなったら準備完了です。平らな安定した場所に設置します。包丁の柄を利き手でしっかり持ちます。向きは刃を手前に向け45度の角度にします。刃を砥石に当て、割り箸1本分隙間を空けた角度で構えます。反対の手を刀身に添えて研ぎます。目安は1箇所で約20往復くらいです。刃の角度が上下にぶれないように気をつけながら研ぎます。表面が乾かないように少量の水をかけながら研いでください。研いでいくときに出る研ぎ汁は刃を研ぐために必要ですので洗い流さないでください。最初に刃の先端部を研ぎます。次に中央部を研ぎます。最後に刃元を研ぎます。研いでいくとザラザラした返りが出ます。刃の全体に返りが出るまで研ぎます。次に刃を裏返し、同じように裏面を返りが出るまで研ぎます。裏面も同様に刃の先端部から中央部、刃元へと順に研いでいきます。刃全体に返りが出るまで研ぎます。次にその返りを取ります。裏返した刃を寝かせます。刃の角度は割り箸半分の隙間を空けた角度で構えます。刃の先端部、次に中央部、最後に刃元をそれぞれ 1、2 回こすり返りを取ります。仕上げに裏面に出た小さな返りを斜めに軽く一こすりして取って完了です。研ぎ終わったら水で洗い、乾いた布で拭いて水気を取って保管します。 2、3 週間に一度は研いでいただくと、このように切れ味が元に戻ります。